皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日も皆さんにサッカーの興奮をお届けしたいと思います。実況は西岡明彦、この試合の解説は福西崇史さんに来ていただきました。福西さん、楽しみな一戦ですね。はい、そうですね。僕もこの日を楽しみにしてました。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。では早速試合に参りましょう。今日は川崎フロンターレ対鹿島アントラーズのカードです。さて、あいにくの雨模様となってしまいましたが、これが両チームの戦い方にどう影響するのか注目したいところです。このパスの先には誰もいません。スローインになります。泉龍二、パスをサイドに送ります。ボールを取りに来ました。相手に渡ります。体を当てて取る、奪った。中盤でボールをカットしました。土井翔真、泉龍二、味方はいるか。チャンスになる。このボールはゴールキーパーが止めました。ボールが中盤でカットされました。中への突破は許しません。ここで大きく前に出します。なんとかプレーを切りました。味方の位置を確認する。美しいクロスだ。上げさせません。ラインを割りました。判定はコーナーキック。気は抜けない展開です。パスをつないできましたが、ここで奪われました。これはコーナーキックでしょうか。ここは押し出します。見事なパス、入るか。入ったかと思いましたが、ディフェンスがブロック。スローインになりましたが、ピンチが続きます。しっかりと読んでましたね。ボールを奪いました。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。泉龍二、さあ来た。これは大きく上に外れました。車屋慎太郎、攻守の切り替えが大事です。フィールドの中盤でボールを奪いました。ボールを中盤で奪いました。泉龍二、小林優、
フロンターレが攻めに出ます。いいところにボールをつなぎました。このシュートはどうだ。難しいシュートでしたが枠を外れます。ここから先の出しどころに苦労している様子です。ぶつかり合っています。前に出しましたが気を抜けません。選手が倒れていますよ。肉離れでしょうか。ボールパーソンからボールが渡されてゴールキックからのリスタートとなります。車屋慎太郎、町田浩樹、ミッドフィールドでボールを取りました。小林優、レオシルバがパスをカットする。泉龍司、スコアは0対0。ここでハーフタイムを迎えます。前半が終了、ハーフタイムを迎えます。監督としては一気に流れを変えたいようです。後半が始まりました。いまだ空は雨模様です。だいぶ水を含んだピッチ状態ですね。細かくつなぐのは難しいかもしれません。これは難しい、失敗です。泉龍司、町田浩樹、丁寧にパスをつなぎます。振り抜いた、このシュートを弾いた。ボールはラインを割りました。コーナーキックですね。 PK が指示されています。緊張はあったと思いますが、しっかりペナルティーを決めました。PK はキーパーをよく観察するほど失敗するというデータもあります。結局キッカーがプレッシャーに勝てるかどうかが全てなんですが、ここは問題なく決めました。待望の先制点が入りました。泉龍司、町田浩樹、サイドを変えました。土井翔真、レオシルバ、
小林優。プレーは続きます。主審がフリーキックを与えます。さあカードを切ってきました。ここでスローイン。鹿島アントラーズ選手交代です。スローインはしっかりと味方につなぎたかったですね。ボールが中盤でカットされました。決まるか。このシュートはわずかに上。ここで選手の交代です。より攻撃的にいくということでしょう。泉龍二、素晴らしいコントロール。レオシルバ、味方はいるか。キーパーがしっかりと止めました。中には入りません。クロスをブロック。狙ってましたか。カットします。ここは激しく行きました。主審は警告を出すでしょうか。ここでカードを切ってきました。チームへの活性化となるでしょうか。相手に渡ります。泉龍二、パスコースにはディフェンスがいます。このボールはキーパーが抑えましたね。ゴールキックで再開になります。レオシルバ、見事なクロス、がっちりキャッチします。ここでシュート。このシュートはディフェンスに止められます。いい組み立てだったんですが、ボールを奪われましたね。ボールを中盤で奪いました。サイドへ展開します。今日はパスがつながります。サッカーの基本、シュートだ。ゴール。鹿島アントラーズ決めました。
攻勢をかけてついにゴールが生まれました。素晴らしい連携を見せています。まだまだ点が入りそうですよ。こんな近くで持たれたらなすすべなしでしょう。余裕を見せます。ここは押し出します。なんとか一息つきました。スローインです。今のシーンをもう一度ご覧いただきます。ここは鮮やかに決まりましたね。シュートは入るか。難しいシュートでしたが枠を外れます。タイムアップ、ゲーム終了です。ここまで来ればもうファイナルしか見えません。準決勝ファーストレグ、激戦も期待しましょう。はい、見応えある試合になりそうですね。鹿島のキックオフで試合が始まります。どんな試合になるんでしょうか。三沢健斗、決まるか。これはチャンスだ。決まった。鹿島アントラーズのゴールです。入った。試合開始後最初のシュートがネットを揺らしました。至近距離から決めてきました。この角度からも見ましょう。キックオフからわずか2分、なんと先制点が生まれました。このボールはしっかり止めました。いいボールを送りたい。合わせられるか。前方に運びました。鹿島アントラーズのスローインです。急いで入れます。足を止めませんね。ボールを失った。武藤勇樹、チャンス。これは絶好の位置。さあ来た。外れていきました。ゴールなりません。最高のクロス。このボールはディフェンスに弾き返されます。三沢健斗、ゴールキーパーの果敢な前進でした。ボールをしっかりとキープ。スローインとなります。
ボール、判定はフリーキックです。ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。武藤勇樹、狙ってきた。いいところに出た。決まった。同点ゴールです。相手陣内に攻め込んで、最後はキーパーと1対1の状況を作りました。攻撃の起点を早めに潰す必要があったかもしれません。最後はフリーにさせてしまいました。いい連携です。いいビルドアップでしたが、相手に渡ってしまいました。ボールはゴールラインを割ってゴールキックになります。三沢健斗、これはうまいインターセプト。攻撃を断ち切りました。形でゴール前まで持ってきました。これはどうなりますか。三沢健斗、強い。体をうまく使います。ボールを取った。ここは簡単にボールを渡してしまった。視野が広い。このボールを奪います。ボールをサイドへ振りました。いいところにパスを出しました。このクロスを決められるか。ディフェンスがクリアします。すごいクロスだ。前方に運びました。シュートを打ってきた。いやー、これはちょっとやってしまった感がありますか。罰が悪そうにしてますからね。選手もしまったと思ってるんじゃないですかね。レフェリーが試合を止めました。ハンドです。主審が近くで見ていましたから、これは仕方がないですね。ぶつかり合っています。綺麗なタックルです。スコアは1対1。ここでハーフタイムを迎えます。福西さん、前半のポゼッションに大きな差は出ていませんね。
さあ後半開始です。もったいない形でボールを渡してしまいました。カットしました。ここはどうするでしょうか。ミサオケント、この位置からのスローイン、苦しい状況が続きます。ミサオケント、武藤勇樹、武藤勇樹、このボールは重要です。ボールをダッシュ、寄せが早い。ここはボールを戻します。鹿島アントラーズのスローインです。サブの選手がピッチに向かいます。つまらないミスでボールを失いました。このパスはダメでした。通りません。さあどうだ。しっかりと読んでましたね。ボールを奪いました。決まるか。決まっていればリードでした。ここは不発です。選手がピッチに入ります。うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。最高のクロス、素晴らしいヘディング。ここはヘディングで合わせてきました。浮いたボールに対して素晴らしい反応でしたね。パスをつないできましたが、ここで奪われました。武藤勇樹、しまったという様子を見せてますね。今の場面ですとそう思ってしまいますよね。選手の交代です。疲れの見える選手との交代ということでしょうか。鹿島アントラーズのスローイン、サイドへパスを出します。ディフェンダーがダッシュしました。クロスの精度を欠きましたね。素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。決めに来た。このシュートはうまくブロックしました。これは狙えます。止めた。ボールが転がる。コーナー獲得、同点のチャンスが生まれました。
ボールを大きく押し出します。ここはうまく取りました。よく見えてましたね。見事なタックルです。合わせられるか。ミサオ健康止める、止めます。コーナーからゲームは再開です。前方に運びました。まだまだ試合は予断を許しません。相手に渡ります。素晴らしいインターセプト、いいディフェンス決まりました。このクロスを決められるか。このコーナーは大事に行きたいですね。どこを狙うのでしょうか。ここは押し出します。これはいいところにいました。ナイスインターセプト。危ないボールでした。ギリギリのところでカット。レフリーのホイッスルが鳴って、ここでタイムアップ、試合が終了しました。ホイッスルが鳴って試合終了です。準決勝のファーストレグが終了しましたが、チームはこの第一戦も落としています。落ち込んでいても仕方ありません。皆さん、今日は任天堂スイッチ版の FIFA をお楽しみください。しかし今日は興味深い対戦カードですね。そうですね、全く予想がつきません。前半キックオフです。ここはファールの笛です。まだカードは出ません。アントラーズが攻める。どちらにこぼれるか。これは残念。これはチャンスだ。イエス、ゴール決まった。ミサオ健人、泉龍司、鹿島アントラーズのスローインです。スローインから素早くリスタート。プレーを止めませんね。素晴らしいクロスだ。パンチングで出す。
狙ってましたか。カットします。フィールドの中盤でボールを奪いました。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。素晴らしいパス。このシュートを弾いた。面白いカードになりましたね。そうですね。いい試合を期待しましょう。ここはシュート。キーパー弾きましたがゴールです。キーパーはなすすべがありません。至近距離からのシュートです。ゴール前での落ち着きが光りますね。いいタックルだ。ボールをキープしました。泉龍司、三沢健斗、鹿島の攻撃です。中を確認したい。弾かれた。反応は。このファールにはフリーキックが与えられます。泉龍司、ボールを失った。泉龍司、前に押し出します。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。コーナーキックになりましたね。泉龍司、ここはゴールキーパーの好判断。鹿島アントラーズのスローイン。長木亮太、うまくボールを奪った。組み立ては良かったんですが相手ボールになります。ここでスローイン。味方はいるか。ボールはキーパーの手の中へ。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。いい形でゴール前まで持ってきました。泉龍司、三沢健斗、鹿島アントラーズのスローインです。いいパスだ。
このボール止めた。ボールが転がる。町田浩樹、犬飼智也、スコアは1対1。ここでハーフタイムを迎えます。福西さん、中盤での激しい攻めぎ合い、すごい前半でしたね。さあ、フレッシュな選手が入ります。後半のキックオフ、今度はアントラーズボールです。ボールはサイドの選手へ。素晴らしいクロスだ。ボールが流れます。キーパーが難なく処理しました。絶好のチャンス。これはチャンスだ。ここは枠内に飛びません。交代選手がピッチの脇に待機しています。笛が鳴って、これはファール。ボールを回しますが、なかなか崩れません。このパスは鮮やか。ここを起点にできるか。長木亮太、いいタックルだ。ボールをキープしました。うまくボールを奪い、相手のプレッシャーを弱めました。タックルを受けています。ボールを運び、ゴールに襲いかかります。ここは押し出します。さあ、スローインでの再開です。サイドへ展開します。見事なクロス。やはりそう簡単にはいきません。ボールは大きくクリアされます。コーナーキックです。キーパーがボールをセットして、ボールキックからの再開です。長木亮太、中盤でボールをカットしました。危険な位置です。緊張感が増してきます。これはどうなりますか。三沢健斗、泉龍二、ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。タッチを割ってスローイン。素早くリスタート。早い。ボールを取り返した。
裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。すごいクロスだ。このヘッドはバーの上。惜しかったですね。ここは2人で回します。長木亮太サイドへパスを出します。これ以上ないクロス。泉龍二スローインです。いい組み立てだったんですが、ボールを奪われましたね。素晴らしいヘディング。前方に運びました。鹿島アントラーズのスローインです。これは先ほどのゴールシーンですね。何度見てもいいプレーですね。シュートを狙う。いいボールが出ました。よくこれはもらった。入った。これはナイスシュート。タイムアップ。ゲーム終了です。ピッチでは勝者と敗者のコントラストがくっきりと分かれています。通算スコアで及びませんでしたね。これは悔しいでしょう。